アフリカのサバンナ、砂漠に住んでいるミーアキャット。後ろ足で立ち上がって周りを警戒する姿が印象的だよね。このミーアキャット、なんと毒を持つ獲物を取って食べるんだ。サソリやムカデ、ヘビとかね。ただサソリの毒に強い体を持っているから、仮に刺されても死ぬことはないんだ。ミーアキャットは子供の頃から弱ったサソリなどを親から与えられて練習をしているんだよ。今日も見てくれてありがとう。またね、バイバーイ。